はい、続いてはホッケですね。はい、トヨさんからご依頼です。トリロジーのホッケです。こちら2つですね。じゃあ1個1個に開けます。はい、よいしょ。で、発送はね、待機ということでね、今日もちょっと忙しくて、今日中の発送がね、なかなか PB の分は行き届かなったという感じです、はい。おお、ベースかっこいいですね。綺麗ですね。デザインがいいですね。パックが開けづらいですなのでちょっと慎重に開けます。ルーキーでも一番上に入ってます。はい、じゃあ行きます、うん。まずは大ランラーキン。ベースかっこいいですね、デザインね。うん、こうなんでこうアッパーデックってこうね、ルーキーだ。ジョシュ・ノーリス、センター、セネターズですね。シリアルとかはないの？ないんですね、うん。で、これインサート。ジェソン・ロバートソン。あ、ルーキーなんですね。スーパーステージ。はい、綺麗ですね。これデコ、あ、デコいいじゃないや。これよいしょ、くっついてる。デコい。レギュラーが2枚。ここにルーキーがないと。で、インサート。あ、これ、さっき光ってるのはパラレルなんですね。で、499のルーキー。はい。ソダーストローム。なんかちょいちょい見た記憶があります。今年。499。かっこいいですね。うん。めっちゃ綺麗ですね。ルーキーですね。2枚目ですね、このルーキー。あ、サインだ。ルーキーオートだ。シェーン・ボーワーズですね。コロラド・アバランチ。で、199の178ですね。ルーキーカードとルーキーのオートが入ってました。これは399。これもルーキーのパラレル。A保さんだ。だいたいこういう感じなんですね。レギュラーまあ 1,2 枚とで、インサートと、ルーキーですね。499。イエレシンさんっていうんですかね。フレームスディフェンダーですね。ルーキーカードもね、やっぱこのホイールがね、使い方がうまいっすね。綺麗っすよね。ギーキーさん。モーガン・ギーキー。あ、サイン2枚目ですね。これもルーキーだ。49。49シリ。これは、さっきと同じデザイン。まあ、この、向きが逆ですけどね。あ、デザインが違うわ。ん？あ、やっぱ逆なんだ。このデザイン自体が。24の49。ルーキー・プレミアーズ。レベル、あ、レベルってある？あ、レベル3になってる。さっき出たのレベル2でした。はい。よいしょ。マシュカチャック、キャリープレス。あ、トロントのルーキー来ましたよ。はい。ニック・ロバーソン。ウィングですね。で、ジャージが出ました。クイニーさん。はい、っていう感じですね。サインにジャージ1。
で、ルーキーカードがちょいちょい、ちょいちょい、ちょい、出てくるっていう、そんな感じです。レベルがあるんですね、ルーキーオートに。まあでも2枚入ってて、このお値段なんだ。だったらまあ、悪くはないですよね。デコイがいっぱい入ってるのは何？ジャージも薄いよね、これね。食い地みたいのが入ってるんですかね、当たると。どうだろう。あ、なんか豊さんも書いてありましたね。アセテートのオートが当たると入ってる。かもしれない。それでデコイこれみんな入ってるのかね。はい、2箱目です。はい、じゃあいきます。ジャックエイケル、赤パラ、ルキの赤パラですね。あーでも799だ、結構あるんですね。はい、アバランチ、まあ価格もどっちかというとね、喧嘩場。あ、ダイロン光線だ。オート。まあまあでしょ。3、4番手ぐらい。いいんじゃないですか。399ですね。ルーキープレミアのレベル1。レベル1。どうなんでしょうね。おお、いいじゃないですか。まあ、セバス。ラプターズじゃないですか。メープルリーフじゃないですけどね。マクデイビッド、はい、インサートと、あ、ジャージの縦型ですね。マクレオードさん、オイラーズ。インサートと縦ルキジョシュノーリス499、これレベル2。うん、ソダストロンですね。で299、これはレベル3ですね。ヘイゲルさん、ブランドン・ヘイゲルかな。パベルスキー、うん、ルーキーですね。これ999、はい、となる。あ、31でしたね。あ、2ヒットなんだ。ワンボックス目が3ヒット入ってたんですね。ワンオートカード&ワンアディショナルでワンオートかメモラですね。だからワンオートワンメモラで終わるパターンがこの箱ですかね。うん、ですよね。でさっきの箱は2オート1メモラ入ってたんですよね。でもまあオンアベレージってなってるんで、まあそこでしょうかね。はい、じゃあ先にポーカーをやります。流動性なんですね。はい、左店長の右が豊さん。まあ 2回戦やりますんで、まず1回目3回押します。12、3、ノーハンドですね。はい、うん、ノーハンド。じゃあリフレッシュして2回戦目いきます。1、2、3、お、9のワンペア来てます。はい、店長やります。1、2、3、うん、ノーハンドということで、トヨさん、クロマグホ1個ゲットです。コゼンズ入れましょうか。トヨさんは、ね、ポーカーで買ったらカード入れていいですという。
はい、ということでね、午前です。まあまあっすよね、多分ね、うん、まあ、だん、まあ、うん、一番上が多分カプリゾフで、シュルツで、ゴーリーがなんか一人いて、彼ですよね、多分ね、多分、はい、手帳の中ではですはい、じゃあこちらでね、明日、発送というより待機でしたね、はい、ボックスに入れておきます。ありがとうございました。